体育館で聞いた雨音が今アリーナの歓声へと変わった。あの日体育館に響いたドリブルの音が今鼓動へと変わった。あの日体育館で夢見た景色が今目の前にある。あの時が今、あの夢が今、折れそうになってもがいた日々は歓声となって俺を包み込んでくれる。泣いた日もあった、我慢した日もあったけれど、この日を待ってた、この日を信じてた。手首がはち切れそうになるくらいまで練習したよな。目を塞ぎたくなる結果に悔やんでたよな。バスケットさえも恨んでたことも今俺が今戦うからだったんだ。この夢の中でプレイするのは Who is that?、うん、聞こえる歓声鳴り響くは海を渡って大切な仲間の声、愛すべき家族の声がコートを駆け巡って足の裏に伝わる。全身の細胞に行き渡ったらみなぎるパワー、うん、掲げるナンバー8、上だけ見て進む使命、誰がやるって俺がやる、即答で答えすべ。Hold up ナンバー8、敵は腰のブザーが鳴った途端溢れ出る滝のごとくアタック、反応すらできないくらいクイックストップステップコナップ、ドリブル音と鼓動音が重なったらボルテージを上げろ、制御不能振り切るメーターの針が叩くのはレッドエリア、右ビラビッグプレイヤー、左ミレトールプレイヤー、でも真っ赤な火の玉背負ったプレイヤーはここにしかいない。勝利は相手を任すこと、いや自分が自分でいれること、感謝確信執念積み重ねたもんで戦え。Again